この神女とは思いやりの心を重んじた教えです。この心が皆さんに届きますように、バイオレンらしくお話しさせていただきますということです。それでは踊っていただきましょう。タクバイオレンの皆さんです。神社の鳥居。
はい、ありがとうございました。佐賀県は田久市からお越しいただきました、田久万有園の皆さん、講師の教え人力に見事踊り切っていただきました。ありがとうございました。さあ、それでは次のチームはですね